ニーガー・ムジュイクは第三帝国のナチ時代にジャズやスウィングなどのアフリカ系アメリカ人の音楽スタイルや演奏に対して使われた別称。ナチスはこれらの音楽スタイルを劣ったと言われる人種の大敗芸術とみなし禁止した。同時にこの言葉はアフリカ音楽に対しても使われた。英語の発音ではニガー・ミュージックとなるが英語版の見出し語もナガー・ミュージックと ドイツ語表記で、ドイツ語であることの意味が重要なので、本校では、ニーガー・ムジークと記述する。なおアクセントは、2にある。ジョニーは演奏するの、ポスターワイマール共和国時代の1927年、エルンスト・クルシェネクのオペラ、ジョニーは演奏するには、ジャズ演奏が含まれていたので、当時ドイツで民族主義を唱える右派グループの反発を呼んだ。1930年、 アメリカ人作曲家のヘンリー・カウエルはメロス市場でジャズにはアフリカ系アメリカ人とユダヤ人の要素が混ざっていると主張した。ジャズの本質は黒人のシンコペーションとリズムアクセントにある。その近代化はニューヨークのユダヤ人たちの仕事だ。したがってジャズはユダヤ人の目を通して見た黒人音楽なのだ。独房にいる1945年11月の ビルヘルムフリック。彼はニュルンベルク裁判にかけられ、その罪で1946年公式刑になった。この見方は直ちにナチスに採用された。彼らの批判は不要なシンコペーションの使用とドラムの多様を含んでいた。ナチスの声明は、さらに不道徳な芸術、音楽表現の堕落した種、そして俗悪なダンス様式というものも含んでいた。 彼らは1930年代の現代、音楽すべてをユダヤ人の政治的武器とみなして詳細に調べ上げた。1930年5月4日、チューリン元州内務大臣兼教育大臣に新たに就任したビルヘルム・フリックは黒人文化に反対する我々のドイツ文化遺産のためにという法令を布告した。1932年にフランツ・フォン・パー・アーペン首相、 率いる政府はナチスに迎合し、黒人音楽家のすべての公演を禁止した。1933年にアドルフ・ヒットラーが権力を握ると、その年に帝国音楽院が設立された。これに続き1935年10月12日には、全ドイツの国営ラジオでこの音楽を禁止する法令が出された。この禁止令はドイツ国家放送協会長。 オイゲン・ハダモフスキーが率先して主張したもので、彼は次のように述べたと言われている。本日ここに私は黒人ジャズをドイツ国営ラジオで流すことの完全な禁止を宣言する。1938年にはナチスが企画した大敗音楽展がドイツで開催され、メイン会場はデュッセルドルーフだった。この展示会ではアフリカ系アメリカ人男性がタキシードの襟に ダビデの星をつけて、先祖父ンを演奏している誇張画のポスターも展示された。展示会の主要テーマは、現代のアメリカ音楽をニーガー・アムジークとして、また、ドイツ文化へのユダヤ人の陰謀だとして、誹謗中傷することだった。スウィング・キッズは、1930年代のドイツで、ハンブルクのザンクト・パウリチクやベルリンを中心に、ジャズやスウィングを愛好したグループのことである。 グループは、主として14歳から18歳の少年少女たちで構成されていた。彼らは、私有地、クラブ、歌手ホール、あるいは空きカフェなどで禁止された音楽を聴いたり踊ったりすることで、国家社会主義に反抗していた。ドイツのジャズは、ナチズムの反対にあった。というのは、それがしばしば黒人や多くのユダヤ人音楽家によって演奏されていたからである。 スウィングキッズは北アメリカのズートスーツ族と同様に非政治主義の印象を与えた。1941年8月18日、警察の素棒な取締まりにより300人以上のスウィングキッズが逮捕された。彼らに対する措置は髪を刈られて監視付きで学校へ返されたり、リーダーは強制収容所へ送られたり、多岐にわたった。 1993年に公開された映画スウィングキッズは当時のドイツでのスウィングキッズたちの姿をフィクションで描いている。ノルマンディ上陸作戦より前、ドイツがオランダを占領していた時期にヨーゼフ・ゲッペルス大臣が率いる国民啓蒙宣伝省はオランダ語で書かれたパンフレット英国からの挨拶来たるべき侵略を作成した。このパンフレットには 古いジャズレコードという言葉が使われていて、その本文には解放の祝賀会であなたの娘と妻は本物の黒人に腕を取られて踊るだろうと書かれていた。これはこの時代に黒人とジャズ音楽を同一視し占領されたヨーロッパで人種主義と反連合国のプロパガンダを煽るものであった。しかしながらゲッペルスはナチがスポンサーとなったドイツのスイングバンド チャーリーヒズ・オーケストラを結成し、その宣伝目的は短波放送を通してイギリスとアメリカの視聴者からナチへのサポートと共感を得ることであった。これに対して連合軍もナチが禁止した音楽への恐怖を使って対抗するプロパガンダを展開した。その例の一つはグレン・ミラーで彼はアメリカの白人ジャズミュージシャンであり、彼はラジオを通してジャズ演奏を披露し、 連合軍の兵士たちに娯楽と指揮を提供した。彼の音楽はまた、ファシストの弾圧を非難する対抗プロパガンダとして、AFN ラジオを通じて、ヨーロッパに流された。ミラー自身、アメリカは、自由を意味し、音楽ほど、真摯に自由を表現するものはないと述べていた。第二次大戦後になっても1950年代、ドイツでは、教会や学校当局、政治家たちは、 若者世代に人気のエルビス・プレスリーやチャックベリーのロックンロール音楽によって新たに浮かび上がるみだらな黒人音楽に抵抗した。こうした態度は1960年代でも継続され、この否定的言葉は古い世代や保守層だけではなく、当時の新しいアメリカ文化に対する積極的な防衛として使われた。出展、ありがとうございます。